皆さんこんにちはこんばんはいつもアシスタント MC をしています J リーグ大好きリーですはいディレクターのゆうですはいいつもはプーとリーの2人でやってるんですが今回はリーとゆうの2人で動画を撮っていきたいと思いますはい ジェフユナイテッド市原千葉の試合について紹介をしていく番組なんですけどもそうです、ね、今回はね皆さんに J2 をもっと好きになってもらいたい知ってもらいたいということで、はい、番外編の動画を撮っていきたいと思います題して、はい、入門今回のテーマは J2 入門その1んで J2 を応援しているのか J2 だからこその魅力ですはいそう僕たちが今 J2 のジェフユナイテッド、市原千葉を好きになっているのにはちゃんと理由があるんです、ねまあそういうのをねちょっと知ってもらってみんなにも J2 を好きになってもらいたいなということでこの動画撮ってみようかなと思いいましたはい、そもそもですね僕たちは現在、ジェフユナイテッド、市原千葉についての動画を出しているんですが、はい、そもそもなんで J リーグを好きになったのかというまあルーツがあるわけですよ。そうですねはい ちなみに YOU はどんなきっかけで J リーグを見るようになったんですかあっとね僕は、まあ、サッカーを実際にやってたっていうのもあるんだけど、まあ、サッカーをやってる上えで上手くなるためにさ、まあ、プロの試合とか見るから、うん、まあ高校サッカーとかも見てたけどプロのサッカーを見ることで、まあ、友達と話したりとか、まあ、選手のプレーを真似したりとか。 っていうとこからまあ試合を見るようになって、まあ、自分がこう試合を1人で見に行けるような環境になった時に、まあ、友達の付き合いでジェフの試合見に行こうよっていうふうに誘われてあ,あ生でサッカーを応援するのって楽しいなって思ってから J リーグってこう面白いなと思ってっていうのがまあきっかけかな。な まあ確かに実際足を運ぶっていうのはねなかなか好きになるきっかけにはなるよねうんそうそうそうやっぱ違うしねまあ試合を見るっていうことに関して言えば映像で見るのとは大差ないけどやっぱ環境が違うじゃん応援とかの迫力とかさそうだね雰囲気もあって、ね、そうそう,そう雰囲気とか天候とか、うん、こう風吹いてる中でやってたり雨降ってる中でやってたりっていうのをこう肌で感じ取れるのってやっぱ生で見ないとわからないからさかそうだね 僕も J リーグ好きになったのは初めて試合を見に行く機会があって、うん、サンフレッチェ広島の試合を見に行くきっかけがあってそこでサンフレッチェ広島当時2008年 J2 にいた頃なんですよあはいありましたねそうそれではい、はい、まあそう J2 を、まあ、優勝したんだけど J2 のチームをいろんなチームを知って、うん、まあ次の年 J1 に上がった広島を応援していく中で、はい、あ J1 に この前まで J2 にいた選手だとか次の年また新しいチームが J2 から上がってくるわけだけど、まあ、そういうチームがね J1 で活躍してたりすると、うん、あ J1 を多分全力で楽しむには J2 も知ってた方がいいんだっていうことで J1、ね、だけじゃなくそう J2 を好きになってはい、はい、今ではやっぱり J2 を楽しむためには J3 が必要だから、うん、もう J リーグ全部ちゃんと知って J リーグ大好きになってるって感じな,んだよ、ね、なるほどね選手っていうことだよねチームもそうだけどそ<う>結構選手にやっぱりね選手をたくさん見ることで、ね、あこの選手って昔ここにいたんだとかっていうのをそうそうそう選手のまあ入れ替えが多いからね J リーグは結構そう,そ,うそ,うそうだね国内移籍が多いからね、うんまあ、ということでね 2>,、はい、まあ2人とも J リーグ J2 好きになったきっかけはあるんだけど、うん、まあ多分ね サッカー好きの人、まあ、よく言われることがあるんで J リーグ好きだった、はい、なんで例えばスペインでもイタリアでもイングランドでももっとレベル高いサッカーあるのになんで J リーグ好きなのあるね俺も実際プロの試合を見てたのは J リーグっていうよりかは、うん、まあ海外のサッカーが多かったからああ<ー><う>だよね、うん、でもまあその中でも、まあ、J リーグだからこその魅力があるんだよやっぱりなるほどね <laughs> ちなみに J2 っていうカゴテリーにしてみると、うん、なかなかさ、海外の2部リーグってさ、日本人がいないとさ、そうだね、情報入ってこなくない今もさ、岡崎選手とか、香川選手とかがいるから、うんうん、スペインの2部リーグって、まあ見る機会増えた気はするけど、ね、まあ見ないよね。海外の2部なんて、そろそうまあ見ないよね。うん。俺も岡崎のゴールが 見たいから見てるけど。まあ見る機会もないし、情報もなかなか入ってこない。そうだね。情報もわかんない、ね。でもまあ日本に住んでるからこそ、うん、そう、2部リーグ、3部リーグとか、地域リーグまでしっかり見れるのは、J リーグだからこそなんだよね。なるほどね。日本に<う>いるから、ね。二2部リーグ、3部リーグまでしっかり、そう、知れるっていうのは、そこまで深く知れるっていうのは J リーグだからこそなんだよ。確かに。それも一つの楽しみ方だと思うんだよね。はいはいはい。 でまあ僕たち今ジェフユナイテッド市原千葉応援してるんですけども、はい、まあ僕はさっき言った通りもともとサンフェレッチェ広島が好きだったんですよそうだねで、まあユウも海外サッカーがもともとは最初は好きでジェフにってことだよ、ねですうん、ユベントスが好きでしたまあ今も好きなんだけどねああそうなんだねあの僕が好きだった時のユベントスはね、まあ、今ほど強くはなかったんだけど あのパベル・ネドベドっていうバロンドール取った選手がいてあのあの選手が好きでこう結構ユベントスにハマったっていうところがあるんだけど,ど、ね、まあこれ関係ないや <laughs> まあイタリアが面白かった頃、ね、そうそうそうイタリアが面白かった頃まあ僕たち2人がなんでジェフに行き着いたかっていうと、うん、それは2人ともまあ同じ時期に千葉に住んでたからなんですよまあそうだね千葉に住んでたから一緒に見たり話したりする機会が多かったっていうのはあるよね そうだね。生まれは千葉じゃないんだけど、まあその時、千葉に住んでて、まあジェフの好きな友達に巡り合って、うん、まあスタジアムに見に行ったりして、いつの間にかジェフを応援する YouTube チャンネルを作ってるっていう、まあそういう経緯があるんですよ <laughs> そ、ねうん。そうだね。確かに。まあね、うん、結構ね、2部リーグ、3部リーグまであると、めちゃめちゃな数のチームがあるわけですよ。そうだね。めちゃめちゃ数あるね。 そう結構海外サッカーとかでもさ、うん、まあ例えばイングランドプレミアリーグなんかさ、うん、プレミアリーグになってから優勝してるチームってめっちゃ少ないじゃん本当に両手で足りるぐらいしか優勝してない、ね、プレミアリーグになってからはもうねそう少ないねそれでもプレミアいろんなチーム人気があるのはやっぱりなんか地元のクラブ自分の市のクラブそうだ、ね、とかに、まあ、いっぱいファンがつくからなんで、ね、まあ普通に国土的にもさ 日本の方がでかいのに、うんね、あんだけさ密集してるわけじゃん、うん、例えばマンチェスター、ね、ユナイテッドとシティが同じ地域に競合が2つあるみたいなロンドンにもいっぱいあるロンドンにもいっぱいあるし,、ね、ンンあるしまあ歴史がね違うっていうところはあるけどさまあそうだね、うん、歴史はだいぶ違うけどね、うん、まあやっぱり海外でも2部リーグ3部リーグやっぱり盛り上がってるっていうのは自分の地元のチームとかのね愛情とかがあってこそなんですよね そう地元、ね、で J リーグは2部リーグも3部リーグも今ダゾーンでちゃんと見れますうん見れますよそうだからいろんなとこからチームをね好きになれる環境が今整ってるんですよ、うん、そうだからサッカーを好きになる時に、まあ、J1 だけじゃなく J リーグ全体 J2J3 なんなら JFL もあったりするからそういうねいろんな選択肢を広げて まあ、J リーグサッカーを楽しむ選択肢として、うん、J1J2J3 ちょっとね頭に入れといてほしいなと思います。はい、ってことでね、まあ、今回は、まあ、J2 入門動画をやるよっていうお知らせと何、まあ、でこの動画出すのかなっていうことについて、まあ、知ってもらえればいいかなと思ってるんですけど、はい、まあこれからもっともっと細かく J2 の楽しみ方だったり J2、うん、の歴史 J2 こういうところが素敵なんだぞっていうのを まあ伝えるミニ動画をもっともっといっぱい出していこうかなと思うのでそ,う、ね、そちらもぜひよろしくお願いしますお願いしますこの動画からまあジェフファンにもなってほしいけどまあ J リーグファンがたくさん増えてもらえると嬉しいね、うん、そうだね、うん、そうサッカー好きの人にぜひ J リーグも好きになってもらいたい別にこうサッカーと直接やったことがあるわけじゃないけどちょっとサッカーが興味があるよっていう人が J リーグを見るようになって J リーグを好きになるっていうこともあるからぜひ、うん、ねそうだね、うん、少しでも興味があったら地元のねチームを見てくれるといいかなうんまあね実際次に撮ろうと思ってる動画は、はい、地元のチームを応援してみようっていう動画なんでねぜひそちらも楽しみにしていてください、はい、楽しみにしてください <laughs> では今回の動画をお送りしたのはアシスタント MC のリート ディレクターのユウでした。バイバーイ。バイバーイ